効果音も自分で出せるぜみたいな。あれこっちもある。うんうん。お前先に取っていいの？ないでしょ。ないよ。うん、これをもう。うん、あれえこれ折れたよ。ああ！ゆうきさんを買い上げ。皆さんこんにちは。境港観光協会の足立といわきのエプロンズです。です。せーの。エプロンズでーす。はい。いつものグタグタでーす。すごい秋の匂いしますね。うん、涼しくなりましたけど。いきなりもう秋になりました。はい、やっと涼しくなりました、はい。うん。ここはどこですか？そうですね。って言いながら今日は何しに来ました、うん。すごい山奥まで連れて来られましたけども。うん、全然分かってないんですけど。景色がいいですが、うん、ここはどこでしょうか？島根県、はい、雲南市、はい、大東町、はい、三能寺というところで、はい、標高大体300メートルくらいのところで棚田百選に選ばれた棚田がいっぱいあるところで有名なところです。はい。三能寺の棚田は面積19ヘクタール、棚田数約200枚を有し、地区の農家により守られています。百選に選ばれたためにお米を、はい、ちょっと NG。大丈夫じゃあここで棚田を保全するために、はい、田んぼを一旦5世だけ作っています。はい、本業は塾を経営してます。そうなんですか。それとお米も作ったり、お米はまあ、はい、ほとんど収入がないのでお米ではボランティアで棚田保全のためにやってます。ぜひわずかですけど買ってください。もうほとんど売り切れてないです。ソールドアウトですけど。そうですね、今からないといけない。心配ですね。そうですね、今芋掘りでしょ。今日は芋掘りです、はい、はい。今日は秋の収穫で、うん、お芋掘り体験させてもらえるということで、はい、なら行こうか。レッツゴー。チャンネル登録よろしくね。葉っぱを取ってから抜くって感じですね。さくりながら、あ、そうですそうです。こう周りスコップで、うん、ああ出た。周りをこんな感じで、うん、取っていってもらって、傷つけたらね。いやだったら普通に手で掘ったら、手でも大丈夫です。ちょっと時間かかるけど、手でも全然いけます。次は柔らかそうで、そうです。で結構出てから、うん、抜かないと割と折れるので、折るなよ折るなよ。ああ。折れてもちょっと食べてもらうと厳しいですね。厳しい。厳しい。生活がかかってますよ。プレッシャーだよな。怖いです。手で大事にやる。あ、大根みたいです。大根みたい。うん、いける？あ、でっかくない？でかい。これここを抜いていいんですか？ここ抜かない方がいい。いや、もうちょっと掘らないと。もうちょっと掘らないで。折れるバキッつって。全部掘ります。ほら。出てきた。なんだ。関係ない。持って帰って買っとく。うん、これ何の幼虫？あれだと思う。なんだカブトムシ。そう違うでしょ。カブトムシじゃないの。でしょうね。なんだ。違うでしょ。マメムシとかだ。いいから豆ってください。相当深い。怖いよそんなやつ。え、す。待って。これってこうやっちゃっていいの？そんな言われたらすげえプレッシャー。じゃあ、ヨウキさんやって、私のせいになるけど。
カメムシず、カメムシも大量。カメムシもいるの？ああ、本当だ、いるいる。あ、いる、いっぱいいるよ。カメムシ。うろうろしてる。カメムシも。カメムシも芋食べるの？ね、美味しい芋なんだよ。葉っぱ、あ、葉っぱ食べるんだね、みんな。うん。葉っぱ結構あんな、掘ったらいいんじゃない？もうこうやってみて。うん、こっち、こちら辺から。お、いた。お、いけそう。パキって音がするけど、違うね。猫の音かな。うん、あ、いいぞ。いいんじゃない？いいんじゃない？お、いけた。でかい、でかい、でかい。すごい。いいね、いいね。いいね、いいね。あ、これは。焼き芋の商品できそうです、ね。いいですね。立派な焼き芋できそうですね。はい。はい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 。はい、行こう、できました。これはいっぱいちっちゃいのがあるかもしれない。犬じゃないんだから。本当だ。はい、いた。で、取れた。いけてる。まだまだまだよ。まだいっぱいあるね。まだちっちゃいのいっぱい。そのでかいねを二人でガバッと行くと。あ、いけそう。抜けるぞ。芋掘り。せーの。おお。やっちゃったわ。やった？やっちゃった。やってない、やってない。大丈夫、大丈夫。このくらいは大丈夫。全然普通。ほら、ここやる。いける。ほら、やっちゃった。まあまあ、まあそれはご愛嬌で。はい、岩木さんお買い取り2本目。いいんじゃそれ。それを買い取りだったら、うん、これぐらいだったら全然、うん、ありありあり、うん、あり上からピュッて抜いたらもういけない？あ、いいじゃん、全然、全然問題ない、いいじゃん、並べて並べていいぞ、はい、こう下に向けて、カエルでは無理なんです、カエルおる？どこ？あ、かわいい、写真撮って、やだ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 なんでそんなそんなに、いやどう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 、カエル無理なんです、カエル可愛いじゃん、カエル可愛い、緑のカエルまだいい方、うん、緑、そう、鳥取出身のボクシングのあれ、あ、そうそうそう、ですね、はい、無理無理、信じられない、さようなら、もうこっち来ないでよ、さあ、熱い、こっちこっち、掘ってください、掘ってください、あ、あ、どう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 、取れました、すごい量じゃないですか、汗ダクダクでした、はい、こんな涼しい風の中めっちゃ汗かいて、上がりました、はい、はい、こんなでかい量取りました、見て、この芋持って帰ってどうするんですか、これは今ある場所で1ほど、はい、熟成させます、はいはい、その後焼き芋として皆さんに、食べていただけるようになると思いますので、はい、ということでね、高屋港、夢港タワーで焼き芋を販売するようになりましたんで、皆さん食べに来てくださいね私たち今まで掘った芋ですね、はい絶対美味しいですよ私の汗の量でね、今日はね、芋も掘りましたので美味しい新米もいただきました、はい、ありがとうございました、貴重な体験をさせていただきました、はい、ぜひ皆さん焼き芋ができたら、はい、食べに来てください、はい、はい、YouTube チャンネル登録といいねもよろしくお願いします、応援よろしくお願いします、バイバイ、バイバイ。